生命、科学が及ばぬ無限のエネルギー、今その力を恐るべき武器へと変えて何かが襲ってくる。拉致された鉄郎と水木を救出するため成沢山へ向かったショーは、そこでガイバーキラーエンザイムと対決する。その凄まじい攻撃にコントロールメタルをえぐり出され絶命するガイバー1。悲嘆に暮れる鉄郎と水木の前で自分の真意はクロノス打倒にあると告げ食走する牧島。彼こそがガイバー3だったのだ。一方、コントロールメタルに付着した肉片からクローン再生が行われ、ガイバー1は奇跡の復活を遂げた。ダブルガイバーの活躍で日本支部は壊滅し、総司令ギオーも崩れ落ちる瓦礫の中に消えた。一つの戦いが終わった。しかし秘密結社クロノスとガイバー深町翔の戦いは今始まったばかりなのだ。こちら B 班、 A 班どうぞ。予定通り瀬川兄弟の拉致作戦を開始する。どうした A 班？おい、どうしたんだ？応答しろ A 班。ダメだ。何やってやがるんだこの大事な時に。このままでは動きが取れんぞ。いや、作戦は変えられない。いかなる時でも命令は遂行する。これが我々の使命だ。時間だ。何？誰だ？水木たちには指一本触れさせない。ガイバー1、この作戦は極秘のはず。我々の作戦全てがガイバーに先を越されてしまう。なぜだ。とにかく司令部に報告せねば。おお、ガイバー3。ああ、牧島さん、あなたの情報のおかげで今日もまた哲郎さんと水木を守ることができた。でもいつになったらこんな危険な状態から二人を解放することができるんですか？戦うのだ。今はただ戦うしかない。我々が壊滅させた日本支部は日本におけるクロノスの拠点の一つに過ぎない。
俺が組織の全容を探り出すまで今しばらく待て。牧島さん、あれが問題のユニットの食草体か。あの二人をマークしていれば必ず。戦うのだ。今はただ戦うしかない。牧島さん、いや、ガイバー3、一つだけ教えてほしい。あなたの目的は一体？クロノスを叩き潰すこと。ショウ、いるのか？ショウ、入るぞ。父さん。どうしたんだ、電気もつけんで。おかえり、父さん。ショウ、ちょっとうとうとしてたんだ。試験勉強もいいが、少し顔色が悪いぞ。あまり無理すんなよ。大丈夫だよ。なんてったって親一人子一人だ。どうだショウ、試験が終われば夏休みだ。一丁行くか。父さん。本当は試験どころじゃないんだ。クロノスはいつ鉄郎さんや水木を襲うかわからないから。お待たせしました、マキシマ・アギト。その声はクロノス幹部候補最終テスト以来じゃの。ドクター・バルカス。ギュオーと並ぶ最高幹部の一人にして、クロノス最高の科学者。なぜこいつが。こたびの日本支部の失態には失望したぞ。はあ、申し訳ございません。まあよい、これからはこのバルカスが指揮を取る。この男を知っておるであろう。深町文雄、ガイバー1深町翔の父親ですな。さよう、この男を利用せぬ手はなかろう。どうじゃな、アギト。即刻拉致すべきかと存じます。人質としては瀬川兄弟以上に利用価値があるかと。手立ては任せる。見事果たしてみせろ。承知いたしました。アギトよ、お手並み拝見じゃ。まずいことになった。だが私とてここで大切な手駒を失うわけにはいかん。深町もクロノスも俺にとっては足がかりに過ぎん。この俺の野望のためのな。ショウのやつ遅いな。まったく何やってんのかしら。深町、うん、ショウ先生、どうしたんですか。それが深町のお父さんの会社が爆発炎上したって言うんだ。そんな。それでショウの親父さんは。生存者はいないらしい。そんな何かの間違いを。生存者は一人も見当たりません。捜索を続けろ。
お父さんは見つからなかったそうだね。牧島さん、牧島さん、なぜ知らせてくれなかったんだ。父さんが狙われていたなんて聞いてない。俺も知らなかったんだ。多分極秘の作戦だったんだろう。なぜ父さんを。ショウ、ショウ、少し休んだらどうだ。遺体も残らないなんて、黒の爪。俺が悪いんだ。え？父さんはクロノスのことなんか何も知らないから、安全だと思い込んでいた俺が悪いんだ。俺さえもっと気を配っていれば、こんなことにはならなかったんだ。ショウ、それは…俺さえいなければ、俺さえあんなユニットなんか拾わなければ、父さんはこんなことにはならなかったんだ。落ち着いて、ショウ。自分を責めないで。水木たちだってそうだ。俺さえいなければ、危険な目に遭うこともないんだ。ショウ…水木たちが狙われているのも、ただクロノスのことを知っているからじゃない。奴らにとっちゃ、そんな記憶を消すことぐらいどうってことないはずだ。俺さえいなければ、殺されることはないんだ。父さんだって、俺のために殺されたんだ。俺がガイバーになってしまったから。ショウに何も言ってやれなかった。兄貴。この俺だって、自分の不注意で高坂先輩を死なせてしまった。ショウに何が言えると言うんだ。クロノス。以上が日本支部で正式採用されたゾアノイドのすべてです。あとは試作された実験体ですが、ご覧になりますか。実験体か、見せてもらおう。かしこまりました。ただいまリストをお出しします。よくもまあこれだけの出来損ないを作ったものよ。今のもう一度見せてくれ。ドクター・バルカス、外部より緊急連絡が入っております。このままお話しください。ドクター・バルカス、ご計画通り瀬川兄弟を拉致いたしました。ご苦労。あ、直ちに帰還いたします。アギトよ、これで手駒は全て揃ったというわけだ。はあ、なんと抜け目のない男だ。おお、面白い思考を思いついたぞい。例の人質の使い道をな。はい、深町。瀬川兄弟は預かった。返してほしければ河川敷公園まで来い。どうあがこうと我々の手から逃れられんのだ。やはり俺は戦うしかないんだ。俺に残された道は戦いしかないんだ。鉄郎さんと水木だけは命に代えても俺が守ってみせる。よく来たな水木。しゃあ、おっと水木、動くな。哲郎さんはどうしたんだ。心配するな、車の中でおねんねしている。さあ、俺たちの言う通りにしてもらうぞ。この娘を死なしたくなければな。待て、俺はどうなってもいい。哲郎さんと水木には手を出すな。よし、いい心がけだ。そのままこっちに歩いてこい。そのまま後ろを向け。水木。
どうだ、もはやお前はガイバーになることもできまい。ガイバーは実体化するとき、食草者の周りにバリアを発生して障害物を弾き飛ばしてしまうからな。その娘は貴様の食草を抑える切り札というわけだ。もっともその娘がバラバラになっても構わんのなら別だがな。さあ、おとなしく我々と来てもらおう。しゃ、さあ早く来るんだ。待てブロイズ、その前にちょっと遊ばせてもらうぜ。やめろラモチス。殺しやしねえよ。何者だ。深町君、大丈夫か。どうして俺の名前を。貴様一体ラモチスがそんなもので。おっと動くなよ、今自由にしてやる。あなたは一体。話は後だ。動かないで。重い指令。君の妹か。そいつは水着じゃない。うわー、ガイバー。そう、そう、おのれい。大丈夫ですか、鉄郎さん。そう、ゾワノイドめ、鉄郎さんには手を出させん。命乞いでもするか。ちっ、かわいげのないやつだ。狙わしねえ。くそ、こんなに大勢のゾワノイドを相手にしていては。
の人を助けなければ。チョコマカト止まれ。よし、それでいい。お前に聞きたいことがある。伏せてください。余計なことを。大丈夫ですか？ありがとう、助かったよ。僕こそあなたのおかげで助かりました。しかし本物の水木はどこに？失敗したか。ドクター、お申し付けのタイプ調整可能です。いよいよ例の手を使うまでだ。君は水木ちゃんじゃないか。あ、おじさん。水木ちゃん、なぜ君はこんなところへ。よかった、生きてらしたんですね。おじさん、ショーがどんなに喜ぶか。フリールポライター村上正樹。そのルポライターのあなたがどうしてこんなことを。ある事件がきっかけでクロノスの存在を知ったんだ。以来ずっと奴らを追いかけてる。よく今までご無事でしたね。どうだ深町君、私と一緒に戦わないか。何ですって。父さんが生きているって言うんですか。ああ、もちろん瀬川君、君の妹さんも無事だろう。どこにいるんですか。ショーの親父さんと水木は。おそらくは水上山遺跡基地。水上山遺跡基地。父を救うべく水上山へ向かうショー。行く手を阻む実験隊部隊ロストナンバーズ。彼らを送り込んだドクターバルカスの真意とは。そしてまたショーたちの前に現れた謎の少女と老人の正体は。次回、教職走行ガイバーアクト2第2話、実験隊部隊ロストナンバーズの挑戦。ご期待ください。